YouTube 10月反省会あ、じゃあ9月か確認していくわけなんだけど、いや9月はね、YouTube 活動においてはちょありえないぐらい頑張った。月間再生数をさっき見たら1ヶ月で2870万回再生されてたんですよ。これはそのライバルでチャンネルの中でも歴代のぶっちぎり1位で、まあ今まででもなんか新作が発売した月とかは、まあ、2000万ちょいとかじゃないかな、まあ言ってた時あるんだけど、まあもうその検討とかもあれじゃん、マジ極端なこと言うとオワコンなわけじゃんこの劣勢の状況の中でこの数字を叩き出したことはちょっとね、いやすごいわ俺あの俺僕がすごいっす。はい、あと見てくださった皆さんありがとうございます。頑張ってよかったなっていうか、てか元々2000万再生いったらいいなっていう話をしてたんだけど、まあ、その記録を大幅に更新して、まあ、2800万超えることができたと。動画も見えるか。9月ね、結構いろいろあったんですよね。いやまず、まあ、ショート動画をめっちゃ上げたんだけど全部伸びたフライゴンのやつが一番伸びて280万再生ぐらい で、あと全部他にも上げたんだけど、まあ、大体100万超えてて、あてかもう全部100万超えるぐらいのペースの伸びしてて、いやうまくなんか時代の波に乗っかれたな感はありますね。でそれ以外だと対戦以外にもまあいろいろあって、対戦以外で上げた動画が2個あるんだよね、大きく分けて。で1個がそのクイズノックじゃないか、クイズノックのゲームチャンネルだからゲームナックかと一緒に撮ったやつで、まあこれもね、まあ今で42万再生されてるから、まあ、俺の動画のアベレージが大体30万いくかいかないかだから、まあ、アベレージより結構高くて、まあ、反響があったかなと思われます。でもう一個があの河野玄人くんと撮ったやつ、これも56万再生ぐらいされてて、ポケモンの世界に法律が存在したらね、これもかなり反響があった動画ですね。知らない人いると思うんですけど、あの僕ね東大生です。東大生ですじゃないとこんなあの東大に行ってる人と動画撮れないです。はい、でもなんで動画撮ることになったかあんま覚えてないな。あのね、河野玄人くんの方のやつは別にワッキャイっていう動画上げてる人がいるんだけど、どうでもいい日常のニュースっていうシリーズで動画YouTube に動画上げてるあの京都大学生がいるんだけど、その人がポケモン結構好きなのかな、で対戦もやってるっぽくてたまに僕の動画見てくれてて、それまで絡みなかったんだけど急に DM で、ライバルさんこんにちは、いつも動画楽しく見ております、よければ今度僕と河野玄人くんとコラボしませんかって向こうから急に送られてきたよ。あーで俺河野玄人くんの YouTube もたまに見てたし、なんか頭良くなった気になるんだよね。いやわかるっしょ、見たらなんか頭良くなった気になるよ、わかりやすく動画作ってくれてるから。たまにトップとかに出るから見てて、でワッキャイも俺が YouTube 始めた時から YouTube 動画上げてて結構伸びてる人だったから、まあ知ってはいたんだけど、どういう人がっていう興味があったんで、ぜひよろしくお願いしますって言って撮ることになったんだけど、こいつちょっと頭おかしくて、動画撮りましょうって送ってきて、こういう動画撮りたいですって送ってきたんよ。で、ああ全然いいや、そっちであげるんかなと思うやん、このチャンネルでその動画撮って向こうであげるんかなって思ったら、いや動画は撮りたいんですけど、こっちで上げる必要はなくて、全部ライバルリーさんのチャンネルで上げてくださいとかいう、あの、むちゃくちゃなこと言ってきて、動画一緒に撮ることになったって感じですね。でもこれ撮影楽しかったな。なんか今まで、その YouTube で活動してる人で、まあ、全員面白いんよ。会った人全員面白くて、なんかいろいろ話聞いてて勉強になることってたくさんあるんだけど、いや今まで会った中でもぶっちぎりで、てか多分俺 YouTube やっててワッキャイに会えて一番良かったと思ってる。だからなんかその YouTube 上のモチベーションが上がって9月頑張ろうってなったってのはある。あとなんだっけな、あれか、こうちゃんの方か。そうだ、こうちゃんがポケカブっていうポケモンカードのイベントかな、イベントじゃねえ、公式生放送かに出ることが決まって、なんかポケモンカードを結構やってたんだよね。で、その流れで、まあ遊びっていうか相談みたいなのを何回かやってポケモンカードやって、今ではまあたまに麻雀やるかなぐらいの中にはなりました。で、その延長上で動画も一緒に撮りましょうってなって撮ったって感じですね。はい。で、対戦動画もまあコンスタントに上げてって、まあ、ありがたいことにね、なんか再生数結構全部ついてたんだよな。夏休みの大学生とかが多かったからかな。先月より明らかアベレージの再生数高くて、まあ、これも良かったなと思うんだけど、逆にちょっと反省すべき点もいくつかあって、俺ランクの最終日までやるって言ってたんだけど、あの、やんなかったんですよ、最終日。ポケモンカードの大会に出ることが決まってて、10月4
3日か、4月3日に京都で開催されるクソでかいポケモンカードの大会に出ることになって、まあ、月末は結構ポケモンカードをみんなでやったりしてて、結局ランクマやる時間がそんななくて、最終日とかも、まあ、多分 2,3 戦しかやんなくて終わったんだけど、まあ、これはなんかもうちょっとうまく時間作ってやるべきだったかなっていう反省はある。あとこれ多分サブチャンネルでこの動画上がってると思うんだけど、多分サブチャンネルを上げた9月の一番最初に上げた動画で、いや今月15本は動画上げるわみたいなまあことをちょイキって発言してたんだけど、あの結果ね6本か7本しか上がってないさっき数えたら9月投稿された動画の数が6本か7本、あの目標の半分以下で終わるっていう最悪の事態になってしまって、これもう別に撮る内容とかサブチャンだから何でもいいから雑に撮れるわけよね。怠けてしまって結局動画を上げずに終わっちゃったんで、まあその2点は反省かなって感じだけど、まあ、トータルで見たら9月は、まあ、YouTube 活動上においては、まあ、実りのある月だったなと思うんで、この意識で、まあ、来月で再来月11月にはね、あのダイパリメイクも発売しますから頑張ってやっていけたらいいなと思っております。で10月の目標なんだけど、10月の目標はナイス生きることにおいてメリハリって大事だと思ってて、なんか9月やってる時からもう10月はあんま活動しないようにしとこうってもう最初から決めてたよ。10月は結構ダラダラやって、まあ、11月にダイパリメイクが発売するから、また11月から頑張ろうかなと思ってて、まあ、その10月だらける、もう休むっていう決め事があったから、まあ、9月あんだけ頑張れてたっていうのもあるから、まあ、10月は本当にダラダラしようかなと思うんで、あんまり動画更新されないかもしれないけど、まあ、上げた動画はちゃんと面白い内容にしとこうと思うんで、よかったら全部見ていただけるとね、ありがたいです。9月の目標を話す動画で、多分、僕のチャンネルの視聴者が見てるチャンネルみたいなのが、YouTube のアナリティクスで見れるんだけど、まあ、どういう人見られてるかみたいな紹介をしたと思うんだけど、今見たんよ。あのね、全員変わってます。同じ人も。一人もいないっすいやマジこれビビったわ。いやてかポケモンの人いないわ。多分俺ショート動画上げまくったからこうなってんだろうな。えただ知らない人しかいないんだけど、えちょ待って、えいやまず唯一ってか、あこいつ知ってるってのがひろゆきの思考かっこ切り抜き、まあ多分これひろゆきの切り抜きや。いやこれはまあわかるで、あとキョンクマか、キョンクマさんわかります。ちょうど登録者数100万超えてるから。いやてかこれこの2人しか知らないわ、やばっ。えちょ見てみ、知ってる人絶対いないべ。これね、いる？知らねえわ。あ、そう、いないよね。いや、マジ、多分俺の知識が浅すぎるから、まあ、知らない人多いんだろうけど。なんだこれあ、こんな変わったんだ。これ、ショート動画の影響ですね。僕が上げまくった。いや、でもやっぱね、知らないところ、全然ポケモン関係ないところから来てくれるのはね、いやその視聴者の幅が広がるからありがたいわ。でも、サブチャンネルの方は、知ってる人しかいなかったっす。ほんとだ、いつもの。やっぱショート動画ってすげえんだな。9月反省会でした。あとね、メリハリはね、つけた方がいいと思いますね。参考にしろとは言わないけど、少なくとも自分は、頑張らない時があるから、その前は頑張れるし、頑張らない時があったからその後頑張れるみたいな、そういうサイクルで、今までも、で、多分これからも、うまいこと自分の中でバランス取って、まあ、頑張って生きていくから、はいはいはいって